ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、ドン・リチャード・リソさん、性格タイプの分析からですね、5人シリーズ、5人の話、今日はタイプ2とタイプ9の5人についてちょっとお話できればなと思ってます、このタイプ2、タイプ9、マージ楽観タイプ、楽観タイプ、このタイプ2とタイプ9の混同は、一方のタイプの人々が自分を他方のタイプでありたいと思う性であると、この場合通常のタイプ9が間違って自分をタイプ2だと思うことが多く、通常のタイプ2が逆の誤認をすることは滅多にないと書いてあります。同じ楽観ですが、特に一部の通常のタイプ9、特に女性と書いてあります。まあ、そんな感じはしますね。僕2だと思ったこと一回もないですから、ね、なるほど。特に女性はタイプ2になりたがります、なぜならタイプ2は愛情に満ちたと、まあこういう本、エニアグラムの本で書かれますからね、愛情に満ちたタイプであり、自分が愛情があると見ているために、自分はタイプ2に違いないと思うからであると、しかし言うまでもなく、愛する能力はタイプ2に限られているわけではなく、他のタイプ、まあ、全てです。それそうですよね。全て同じく他人を愛することができる、で全てのタイプが共有する他の一般的な特性、攻撃とか不安、と同様に愛情もタイプによってさまざまなやり方で表現されるので、それを見分けなければならないとあります。事実タイプ2とタイプ9が他人を愛する方法は極めて異なっていますと。タイプ9は自己の意識がなく、他人との同一化以外には自分自身の存在基盤をほとんど持っていない。彼らは出しゃばらず人の言いなりになり、大きな好意や感謝を見返りとして期待もせず、他人を感情的に支持することに満足しきっていますと、もちろんタイプ9も自分の愛情が報いられていると思いたいのだが、彼らタイプ9はそれに対してはとても辛抱強く、タイプ2に比べて少ない反応で満足できると書いてある。タイプ9は他人を通して生きるという危険を冒しても他人と同化し団結したがりますと、通常のタイプ9は他人を理想化し、その人のありのままの姿でなく、ロマンティックな理想化された像と恋に落ちる、他方通常のタイプには他人のとりわけ必要や弱さに対する鋭い感覚を持っており、意識的にしろ無意識のうちにしろ彼らを利用しようとします、通常のタイプ9と違って、通常のタイプには自分自身の存在基盤に関する非常にはっきりとした感覚を持っています、極めて感情移入的であるが、彼らは他人と同化せず、とりわけ出しゃばりでも迎合的でもない。自意識がないどころか、彼らは自分の感情と美徳を強く意識しており、それについて話すのをためらわない、確かにちょっと言葉悪かったら申し訳ありません。ちょっと押し付けがましいところはありますよね。そうですね、やってあげる、例えば、明日僕キャンプ行くんですけど、嫁ちゃんの母親がタイプ2なんです、で行くって話をした時、ただなんか布団がないか心配、ポロってこぼすじゃないですか、そうするとうちのマットね、持って行ってあげる、いいって言うんですよ。そんなわざわざいいですと、じゃあ分かった行かないわって言って、次の日帰ると、もう家に届いてるんですよ。持ってきたって使わなくてもいいから、一応届けた、タイプ2ですよ。タイプ2ですよね。9は、そういうことじゃないですからね。そう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 、愛してほしいみたいなのは多分どのタイプも思うわけじゃないですか、で
2の人は愛することによって愛してほしいみたいなのがあるから、こう愛という見返りを求めてるんですよね、はい、なんで例えば同じくタイプ9の人に、うんうん、あのマットがないんだよねって話をしても、うんうん、持ってたとしても、うん、貸してあげる言わないです、言わないですよね、うん、貸してって言われたらいいよって、あでそうそうで持ってたよね、うん、貸してくれないだったら、うんうん、いいよいいようにもちろんなると思うんですけど、そうそうそう、うん、貸してあげる、うん、いいですって言ってるけど、うん、次の日に届くみたいな、うんうんうん、多分そういう若干の強さはありますよ、うんうん、愛の強さは、うん、愛の強さって言い方はちょっと今自分を守りました最高の状態の時には、うん、健全なタイプには、うん、健全なタイプ9のように、うん、無視で謙虚であるが、無視っていうのは私がない、うんうん、無視で謙虚であるが通常の段階では非常に際立った違いがあります、うんうん、タイプ2は必要とされることを必要とし、うん、他人の人生の中で重要な存在になること、うんうん、人々が自分のもとへ承認や指導や助言を求めてやってくることを望みますと、うんうん、通常のタイプ2は人々を自分に頼らせるようにそれとなく働きかける危険をいつも犯しており、極めて善良で愛情深いという自己感覚を他人が強めるように他人の面倒を見ますと、うんうんうん、そういうアピールですからね。通常のタイプ9っていうのは他人との争いに巻き込まれた場合は大抵仮に反応したとしてもほんのわずかしか対応しないっていうこととは対照的に、タイプ2はためらいもせず人々に対していかに自分が利己的でありかを告げたり、いかに借りを作ってるかっていうことを知らせたりします、うん、でだんだんタイプ2は不健全になるにつれて自我が膨張し、うん、一層尊大で攻撃的になるが、うん、要は攻撃に出るんでしょうね、タイプ2は。ただタイプ9は一層重で打とうとせずに拡散した、要は、うん、引っ込むんですよね、多分。引っ込みますね、タイプ9は、うんうん、怒った時とか、うん、特に引っ込みます、ね、特に引っ込みますよ、ね、うん、口も聞かないみたいなっていうタイプには多分出てくる、うん、いつもこんなにやってあげてるでしょうですよね、多分まず最初は。多分そうですよねでタイプ9には他人を操ったり自分の願い通りに対応しなかったからといって、うん、他人をやましい気持ちにさせたりする傾向はないですと、うん、で健全なタイプ9はもっと辛抱強くて謙虚です、うんうん、これはタイプ2がタイプ9から学ぶべき特性であると書いてあります、うんうん、それに対して健全なタイプ2は、うん、物事の核心をえぐり困難な状況で力になってやろうとしますと、うん、で彼らは彼らでタイプ9に欠けている持久力を持っています、うんうん、強いんでしょうね、うんうんうん、で健全なタイプ2が与える助力は直接的で個人を的としています、うん、でそれは、必要に応えるものであると、うん、でタイプ2はその道のりを相手と一緒に歩むのに対し、うん、タイプ9は心から相手の幸福を願うけれど、うん、大抵は実際な援助よりも慰めと励ましを与えますと、うんうんうん、なんていう、あ、まあそうかもしれないですね、はい、なんで、まあ、ここにも書かれているように5人要はまあ同じ楽観的タイプなんで、うんうんうん、でもまあ隊長がおっしゃるように男性はないですね。僕がこうこのタイプかもしれないと思ったのは5ですからね。ああ、うん、なるほど、うん、なんで9と5っていうのもいろいろ多いんでしょうね、多分。だからあれじゃないですか、そうか、有利タイプ、有利タイプ、はい、有利タイプで共通してて、はい、で例えば僕だったらその愛とかにはそんな興味がないじゃないですか、男性はいはい、こうすごい愛情深い人だねって思われることに、思われたいとも別に思ってない、そう思ってない、はいはい、でどっちかっていうと5の方が憧れる、はい、から頭脳明晰で、そう頭脳明晰で、多分男性はそっち側によるんじゃないかな、冷静でクールでみたいな、はい、っていう部分ですよね。で女性は多分そんな頭脳明晰でとかっていうよりはそういう
優しい愛情にあふれた素敵な女性みたいなところに憧れるからそっちに行くんじゃないかっていう違いがあります、はい、うん、これは結構そのタイプ2を理解する上でも、うんうん、タイプ9を理解する上でも、うんうん、なかなかそうですね、あの鋭い考察だったと、うんうん、リソさんがね、リソさんっていうところでございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。